前回までの畠山家の系図になりますけども、この系統とこの系統、それから能登畠山家、この系統、この三つを見ていきます。で、えー、結局戦国時代生き抜くのはこれとこれで、こちらの吉弘のこの流れの方は結局滅びてしまうと。これがあの宗宗家と言われていて、これが美宗家、これが小作家と。 別名、能登畠山家というふうになっていて、まあ、戦国時代を生き抜くのはこの、えー、美宗家と主将作家になります。前回は畠、えー、山金吾家を,を見て、名誉の政変で畠山松永が死ぬまでを見,、えー、見ましたけれども、その一方で畠山三家の弟のこの光則、光、え、則、ー、の子孫でるこの能登畠山家、これの始まりについては前、えー、言いましたように、 吉光に嫌われた三井が畠山家の家督を廃されて、三井に全て譲られたんだけども、吉光の死後、三井が家督を再び継いで、三井が、まあ、能登一つを三井から譲られたと。まあ、これは天下の美妓なりというふうに言われたんですけども、まあ、その時代のですね、その結果畠山がこう出てきたと。その畠山家ですけども、 この三則の息子の話から入っていきますと、畠山義忠、この畠山三則は足利義江持にはあまり好まれなかったと。義継の乱にも連座して隠居に追い込まれるとか、まあ、あまり能登畠山家は義持の頃には良くなかったんですけども、この畠山義忠は、 足利義典が気に入られたようで、まあ、三典も義典の時代には、義典と三井の間の取り次ぎ役とかをやってます。能登守護職は結局奪われなかったので、家はそのまま続きます。で、畠山、えー、三井への代理として、官官役を務めたのが畠山持国ですけども、えー、一方、いとこの畠山義典は理髪役を務めています。官令家の一角として、畠山家は非常に重要な、えー、あれを持っていると。 1130年から父親が病気になってきたことで守護主義の代行。32年には能登守護と家督の継承がなっています。30年には昭番衆。1140年に着村の吉宗にあの事実上の家督を譲,譲ってると。40年にあの息子が死ぬんですね。一騎と戦って。大和の国の一騎と戦って、戦死するた,ために着村が継ぎます。持ち国義弘と安室郎の戦い。この時には、 えー、義広側にいいています能登畠山家は基本的には義宏サイドに突っ込んおります。義忠の、えー、着村の吉宗、大仁の乱では、えー、義宏と共に、えー、西軍についていると。で、大、え、仁、ー、の乱後、能登の国に、えー、在国し、越後の上杉氏、この上杉氏というのはあの、後の上杉謙信とは違って、あ,のあれですね。 えー、も、もともとの守護式です。で、あの、ちなみに、越後の上杉氏は、えー、途中で断,断絶して、で、あの、上杉謙信は、実は、あの、関東関連の山の内上杉氏家を、えー、一応ついてる形になります。まあ、もっとも、えー、山内上杉氏は、越後上杉氏から養子を、えー、取って、えー、存続させてるんで、えー、二度にわたって、あの、上杉、えー、塗り谷と上杉秋貞、 この両者が越後から養子に入ってきてるんで、山内上杉氏と越後杉氏というのは非常に深い関係にあると。畠山吉宗は越中の信仰を、えー、起動しています。というのは越中というのはこの頃はあれなんですね。東国について畠山松永の両国になっています。だからその越中の、えー、信仰を起動しています、えー。加賀の一向一揆では一向州ではなく、富樫正親に組みしています。これあの我々からら見たら え加賀の一向一揆と徳島守護大名の徳島幸家だったら、それは当然畠山は加賀の一向一揆じゃなくて徳島幸家に着くだろうなというふうに、まあ、考えてしまうんですけども、これ実は意味が若干違って、一向一揆を実は支配、あの支持していたやつがおるんですよね、大名でも。 富ヶ、まあ、島幸家というのはそういう意味では、えー、気の毒なやつであって、後ろに一向一揆のバックには、えー、いると。で、一揆の後ろに、一、え、揆、ー、で大体畠山を潰すやつらの後ろにいるのは細川正元であると考えて間違いなくて、これも一向一揆も実はあの、えー、細川正元が背後で支援したと言われています。だから畠、まあえー、山家としては一向一揆というのは、これ、実は油断ならないですね。油断すれば細川慶長家の、えー、影がちら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 ついてくると。 ということで、能登畠山の畠山吉宗は、い、えーまあ、わば細川正元と畠山吉宗の代理戦争になりますよね、えー。結局、これは決着がつかず、能登、加、え、賀、ー、がお互い相互不可視の形になっていくと。えー、その息子の畠山吉本ですけれども、1500年に弟の吉宗を擁立、えー、されて越後に追放されています。ところが、えー、1506年に、えー、復帰しています。 これ、まあ、一個一揆があったことと、それから、あの、もともとこの畠山吉宗とかが、この足利義種をえ支援したために、吉田根が追放された後、足利義種を復興背景に、この1506年には義元も復帰してます。この吉宗は、あの、こういう形で義元を、 追放して守護に就いたんですけども、吉本は帰ってきたと、この吉宗をちゃんと補佐役として任命して手打ちするんですね。で、さらにこの吉宗の息子の義房を後継指名にしていて、吉宗、義元の二党政治、これに義房を加えて、三党政治で、能登畠山家というのは危機を乗り切ると。この辺、畠山、義元、なかなかうまく乗り切ってるというところがあります。山、は えー、七尾城を建築し、えーまああの、京都からいろんな人物を呼んできて、七尾を、えー、小京都にしていたと、この義んの頃に、えー、野戸畠山家の、えー、最盛期が、えー、訪れることになります。11990年から1545年までですから、割合、えー、長い間、えー、野戸畠山家というのは最盛期を迎えると、で野戸畠山家が野戸を中心に最盛期を迎えていた頃機内ではどうなっていたのかということになりますね。 ここで、ちょっと畠山家の有力機関を見ていきます。まず、湯佐市です。湯佐市というのは、ではの国悪味軍の遊佐号を本気としています。現在、遊佐町という、山形県の北端に遊佐町という町がありますけども、そこです。だからこれ遊佐、あの、まあ、一般には遊佐と呼んでますけども、町としては湯沢というふうに読むようです。遊佐町というのがあります。 かなり古くからいた家ですねえ。藤原の元平にユサ号を寄進したという、そういう記録があり、まあ、あの最終的にこのユサ号つまりは、えー、元平から、えー、さらに石関家に寄進されて、石関家領として中世に立証されます。そう書いてうあるだけで、実際、おそらくまあ、殿下渡り領になったんだろうなという気がしますけども、あれはこの影響かもしれません、えー。苦情ではなかったような気がします。 この湯沢市が畠山市と関係を持つのは、やっぱり欧州のこの、えー、ではの国の、えー、北端ですけども、東北の欧州短大を使い、やっていた畠山市に使えています。えー、二本松畠山市ですね。その関係で、えー、まあ、一門は畠山家の、えー、活動範囲にこう広がっていくと。 になりますでもちろん、ではの国に残って、そのまま残った一族もあって、それ以外には河内の守護代、あるいは能登の重臣、あるいは越中の重臣などになっています。越中と河内はいわゆる金吾家、あの宗主美州家のものになっていて、能登は小作家の配下としてなってきます。畑はは分裂に際しては 湯佐国助、広家と湯佐長直にえ分裂しています湯沢家は畠山家ともにえ分裂しています神保市え神保氏は神保家の国、多古郡神保村のえを名字の地としています関東のあれなんでえ鎌倉時代以来畠山氏に仕えていた不大のえ家臣と言われています越中のとそれからあの紀伊のえ宿題を務めています 河内が遊佐、えー、で、えー、人望が越中のとキーの、えー、守護題とかお金ところで、まあ、あの人望市は、そういう意味では、畠、えー、山市に、えー、鎌倉時代で使えてるということもあって、たくさんの、えー、守護題を、えー、感じてますね。で、えー、まあ、有名人としては人望長本。 畑家は松永の重心です。で、宇佐永賀のとともに松永秀信を支えて吉田根を保護しています。あの吉田が明応の戦の時、吉田根がまあ越中の国に逃げ込んだのはこの神保長母の存在が大きいと。ただ吉田根は結局最終的にこの越中から越前の方に動き。 あの、越前の朝倉市の保護下に入ってますんで、何かあったのかなと。その後、吉種は、えー、大海の国まで出撃、出撃して、京都を伺いますが、えー、敗北して、大内市のもとに行ってしまいます。神保吉宗は、この足利吉種と、えー、行動ともにして、大内吉岡のもとに、えー、移動し、大内吉岡のもと、えー、に入り、後に、えー、越中に戻っています。長尾吉陰、 あの,越後のこの頃、一向一揆は広がってましたけども、越中の一向一揆を鎮圧するのに、えー、越後の守護代である長尾義景を倒ったんですね。この長尾義景の手助けを借りて、あの越中を制圧したんですけども、この義景が一揆勢との戦いで戦死しちゃったんですね。この時に、この義景の息子の長尾為影は、 この神保吉宗が突然手引いたから、俺の親父一気でで戦死したんやというふうに考えて、長尾玉景とこの人望吉宗の関係は悪化します。そうなりますと、当然畠山、久信、吉房、 こういった連中は、えーまあ、神保氏の、えー、動きを制圧するために、えー、連合軍で畠山久信、畠山義房、えー、長尾為影、この連合軍と戦って、えー、神保氏宗は、えー、戦死して、えー、神保氏は、えー、一旦没落するということになります。前回の続きになりますけれども、畠山義豊と畠山久信。義が、えー、畑山義の息子で さのぶが松永の息子です。だからこちらが、えー、義弘の息子ですね。こちらが。松永の息子です。千四百九十三年に明王の政変で、畠山松永が死んだ後ですね。えー、義豊は、と、それから正元。ここは、えー、義澄を、えー、擁立するという、これ、あの明王の政変の後の動きですね。その結果。 義経は,、えー、は越中の国の、えー、神保長本を頼るということになっていると。えー、神保長本さん前に出てきましたね。この後なんですが、1197年、久、え、信、ー、は紀伊で挙兵しています。河内を制圧して、義、えー、豊は、えー、山下の国に、えー、逃亡すると。11999年には義豊が戦死して、義豊の息子の義秀が総集家を継いでいます。 1500年には、えー、久信さんは、えー、ついに泉も制圧して、河内、泉、このように制圧し、えー、この泉では、細川守護家を打倒していると。えー、ところが、それについて、えー、政本斎藤としては、捨ておけず、内州の赤澤つねが、河内に、えー、河内泉に侵入し、結局、キーに組んでということで、まあ、あの基本的に、畠、えー、山、えー、久信は、 キーの国を、えー、本家にするようになると。キーの国を、えー、中心にすると。で、ヨシは河内の国。吉シニヒの子孫は河内の国。で、えー、松永の子孫はキーの国。これを、えー、まあ一応、本家とする形が、えー、16世紀に入る頃には固まってきます。ところが、細川慶長家の内紛、いわゆるあれですね、あの、英称の作乱ですね。この内紛に乗じて、吉秀は、えー、ついに川を見限り、頼むとついに講和します。 だから、えー、一旦ここで、それぞれ、義、えー、弘の孫と、それから、松永の息子の代に、この両者は一旦講和することになります。細川政元が、えー、最大の敵ということなったわけですね。細川慶長期が最大の敵と。ところが、この後、えー、動きが、えー、ややこしくなっていきます。まず、栄翔の作乱。これによって、サーモンの部は、 住本悲観の、えー、赤田夏根が義英を攻撃すると。まあ、ここは、えー、和睦前ですね。和睦すはここまでですから、細かいことを言いますと、えー、この義英と久信の和睦まで何があったのか、もうちょっと詳しく説明しますと、まず栄翔桜乱で、久信は住本に、義英と対立すると。ところが、久信は高国サイドに寝返ります。たね高国におうちをして、これ結局、あの久信は、 えー、基本的に強い方につくという、成功者につくということを非常に忠実にやってますね。栄昌錯乱で一番、えー、力がついたのは、杉元が杉元についたと。で、義英はここのところでまだぐずぐずしていると、えー。ところが、久信はその後、杉、えー、元よりも高くに違うと,と。で、高くに投与した根は組むと。そしたら、久信もこちらに移ると。吉、えー、義英は逆に、吉、えー、住純、元についてます。 ところが、船岡山合戦以降、えー、河内の国は久野部が制圧して、結局、吉秀と久野、えー、部和睦するということになります。じゃあ、なぜ和睦したのかってことですね。これは、あの、実は、1国2 0年に久野部が失脚しちゃったんですね。で、境、えー、に移動すると。そうなりますと、久野部としては、河内の国どころか、紀伊の国も曖い,いということで、吉秀と、えー、和睦したわけです。 でじゃあ、久信が失脚した理由は何,何かと言いますと、これはどうも、種永と対立したらしいと。結局吉井、義出で久信は和睦したとは言っても、両畠山そのものが、えー、完全に一致したかといったら、微妙なところがあって、結局、久信は種永との対立に負けて、義、え、出、ーまあ、と和睦せざはをえなかったというのがどうも真相のですね。結局部、久信はその後、うまくいかずに、淡路の国で、えー、戦国2 0年に亡くなっています。 同年阿波の国で吉田根も死去して、名誉の政変の関係者、政元も、えー、死んだし、吉田根も、えー、亡くなったし、畠、えー、山秀の部も死んだということで、まあ、名誉の政変の、えー、関係者がおおむね、えー、死んじゃったというのが、この1522年ということになります。ということで、一旦ちょっと、えー、この辺、私も今一つうまく整理できなかったんで、一旦、えー、話を切っておきたいと思います。 この畠山のね、この辺りの動きというのは、ウィキヨンでも全然わかりませんね。ねわかりません私もだから、あのちょっと、えー、は混乱してますもと1年経ったら、はもう変わってるやんって。そうなんですよ。これとこれが手を組んでるとか、こいつはここにおるとかいうのが、一定しないので。この畠山のこの辺りは難しいですね。あの 島とか、ま、細川ってまだ筋取ってない。そうですね。一番わかりませんね。うん。ある意味ねこれ、これこそ戦国やとも言えますよね。<laughs> そうですね。すぐ裏切るんだから。うん。<laughs> その一向一揆なんかで殺されるような一方の大将がですね。ああ、冨樫さちさんとか。なんか情けないな、みたいな。 いやーまあ、一個一気強いですよ。<ー>なんせ、あのー、進むは極楽、引くは地獄ですからね。一個一気は強いですよ。<laughs> だから、細川も使うんですよあの。こいつはもう最強やと。あ <laughs> との方でちょっとまた出てきますけども、じゃあ、この一個一気を潰すのにを使うかやったら、あのホッケ衆ですよね。ホッケ一を使うんですよね。うん、こいつらも、あのー、命が、やっぱり宗教は強い。<laughs> 一向一騎ですけどね、はい国衆あたりが主力なんですか、そのその地座ぐらいなんですか、主力は。国衆は多分あの、組んでますよね。かがでもそうなんですけども、事実上の最高権力というか、えー、あれを取ってるのはあの下妻家ですよね。で、あの下妻家というのは摂、えー、源氏、源頼政のし、まえー、末えいで、まあ、あの本願寺の傍観。 やったやつらですけども、それらが黒人一気で、あの一応名目上の守護も一応立ってるんですね、戸川一門から。<laughs> 一個一言言ってもなんとなく我々がなんか無しろバタをもって百姓たちがわあ立ち上がってるっつうんじゃなくて、もう明らかに一つの守護権力ですね。下妻というのは守護代みたいなもんなんですか？そうですそうです。ですえー、下妻末も、えー、まあ大体出家している亡官ですからあ,のあれですね、あの来蓮とかそういう風な出家名になります。 戦国時代の、ね、大名というとね、主力部隊は、まあ、鉄砲もあるけど、まだ騎馬武者と弓矢というイメージあんですけど、うん、一個一個言ってね、コミックなんかでもそう,いうかもしれないけど、歩兵やと、足軽やという。 感じがするんですけど、一個一機も馬持ってるんですか。やっぱりもちろん持ってるし、あの弓矢とか持ってるし、あのし、結局戦闘で支持してるのは、あの。やっぱりそういう守護の悲観クラス、黒人領主クラス、宿題クラス、そういった連中が、あの指揮してますよ、やっぱり。ん<ー>実は特製機も、土一機も、あの黒人クラスが結構、あの参加してるんで、ただの百姓が、うわあ、立ち上ってるというイメージじゃないんですよね、実は。 1>, だから1個1個くらい差てくると、もう主語,主語とは全く遜色ないですよ、これ。上の方は、主語主語代、国衆で、主語代目と似てるとして、先頭に立って戦う奴らが信仰で、宗教の力で。金やなくて、宗教の力だら逆に強いですよね。<laughs> 金で、不利、うん、と見たら、バッと、ほかの,の主語の連中って、やばいと思ったら、あのその百姓は裏切りり、裏切りおりますけどね。 そは裏切ららないですからね百姓が裏切るわけ。それは足軽連中は金で買われてますから、不利になったら取りパクれるんです、それは逃げるでしょう。<laughs> 傭兵は逃げますよ。そこのところで踏ん張るわけですね。そう,すそうです、そうです。ご一揆の場合は。うん、うん、その分強いと。うん、やっぱり、いくら金積まれても死ぬの嫌ですやん。うん、ところが、一個一揆の連は死ぬの恐れないですね。 死んだら極楽に行けるいあて突っ込んできけるからだからまあそれは細川政元としてはこいつは使えるんですよね。正元とか春元はようこの一個一個をうまく使いますよねこの人らは。畠山の場合よくこれだけ寝返ったり手を組んだりしながらそれでも守護権力は把握できるんですね、えー、少しずつ守護権力がだから失われていくのかな。<laughs> 河内の国キの、まあ、最後の最後までキーの国は持ちますもんねこういう畑山なんだかんだ言うてキーというとね雑賀とかね湯浅とかあ合あ賀のあれってな国衆なんですか国衆ですね鉄砲隊、うん、有名な守護の畑山の下に組織されてるんですか雑賀は最後秀吉に対抗するときに畑山を勝つんですよ キーの畑山って出て出きませんねあま,りあまりなんかの印象ないですね。キーというと、ネゴロとか、サイカとか、うん、のばっかり出てきて。16世紀の前半ぐらいには、やっぱり、傀儡化しちゃうからかな。でも、よう見ると、畠山はしぶといんですよ。うん、想像上にしぶといんですよ。で、成立すると、この、総集家と美集家で、何代かにわたって、平日になってますけども、 二つの家が合体するという気持ちはもうないんですね。ないですね。もうんうん、そこだけ一貫してるかな。うん。でもなんなんか最後は結局かい両方とも傀儡化しちゃって、一旦はあの川内の国を二つで分けるという時代もありましたけどね。逆に言うと義弘と政長のとこが相打ちみたいにならないで、どっちかが一方的に勝ってれば一本ができたんですね。多分そうですね。 結局、うん、王に並んで両方とも分裂したまんま、えー、戦国へ突入してしまったというのがポイントかな。うん、で、あの、名誉の政変で、久信が、あの、松永が殺されて、この時、久信も殺さってのはまた違うたんでしょうけども、あの、久信は逃げた。これも大きかったんちゃうかな。やっぱりこの人、ここが逃げたというあたりで、えげ、ー、にこれがこっちを潰しちゃうということで、まあ、これが、あの、この辺が出てきて、というあたりで、 でさらにこれが出てきてという。この辺りで結局この2つぐちゃぐちゃになっちゃったという感じがしますね。